質問です自分の講座・コンサルに興味を持ってもらうためにだ誰にどんな告知をしたらよいでしょうかうーんまず「誰に」なんですけど、えー、と選べる人と選びきれない人がいてその A さんから Z さんまでたくさんいろんなチャンネルがある。 人たちはこの中で誰にしようかなって選べると思うんですけども、多分そういう方ってあんまりいないと思うんですよね。えー、多分そういう方はこの質問が来ないなと思うので。だから、えっ、ー、と、要は誰に伝えたいか。まあ誰っていうのはどんな人にですね、どんな人に伝えたいかっていうことをまず明確にすることが一つ。例えばこれこれで困ってる人。 とかこれ,これを解決したい人、これを実現したい人というふうに、その人物像を明確にするというのが一つと、こういう人に来てほしいんですけどというところを、もう自分が発信できるところは全て行う、自分がお願いできる人は全て行うということをやりました。やりましたじゃない、やったほうがいいですで。例えばなんですけど、うん、 えと僕は、えーと、今ね、メルマガが16万人ぐらいいるんですね。で、えーまあ、LINE の登録後も2万人ぐらいいて、まあ、たくさんいるんですけども、でこの間、大阪で講演会をやったんですけども、その講演会をやるのに、3日前ぐらいに告知したんですよ、まあ。企画してから3日後に講演会だったんですね。で じゃあ、そのメルマガ十何万人もいるから集まったんですねと思うと思うんですけども、そこは重要じゃなくて、僕何をしたかっていうと、大阪に住んでる方で、僕がお願いできる人、一人一人にメッセージをして、えー、と告知お願いしますとか、えーと、誰かと来てもらえませんかっていうのを個別メッセージをしているんですよね。なので、だから、まあ、メルマガでも発信する、Facebook でも発信する。 えとまあインスタとかにも発信する個別にもお願いをするっていうできることを全部やるっていうことをやってるんですけどなので選ぶというよりもできることを全部やるがね良いかなと思いますご覧いただきありがとうございますあなたの素質と強みを知ることができ自分らしいビジネスの仕方が分かる自然体ビジネス診断無料で受けられますので ぜひ概要欄からクリックしてみてください。